ロアノーク植民地は、現在のアメリカ合衆国のオスカロライナ州、デア郡のロアノーク島にあった植民地。ロアノーク植民地は、ウォルター・ローリーにより出資、組織化された植民事業である。バージニア植民地内に、高級的開拓地を設立するために、16世紀後半に、ラルフレインとリチャード・グレンビルによって実行された。 1585年から1587年にかけて数度の植民地建設が試みられたが、どれも放棄されるか開拓者が死亡するかした。最後の100名余りの開拓者集団は、折からの英日戦争のために、イングランドからの補給がないまま3年が経過した後に、全員姿を消していることが確認された。 英日戦争も参照、ウォルター・ローリー。ウォルター・ローリーは、イングランド女王エリザベス一世からバージニアと呼ばれる、北アメリカの地に植民地を建設する直居を取得していた。この直居ではローリーが10年以内に、北、アメリカに開拓地を建設することを求め、それができなければ権利は消失することを定めていた。ローリーと女王は、この事業で新世界から富を引き出し、 スペインの宝物を積んだ艦隊に対して、試略戦を送って襲撃させる基地を得ることを目指していた。ローリー自身は来た、アメリカを訪れることはなかったが、1595年と1617年には、南アメリカは、オリノコ川流域の湿地で伝説のエルドラードを探す、遠征隊を率いていた。1584年、ローリーは来たアメリカの東海岸で適切な、 開拓地を探検するために遠征隊を派遣した。この遠征隊は、フィリップ・アマダスとアーサー・バーロンが指揮し、現在のノースカロライナ州アウターバンクスを選んだ。そこからは南に開拓地を持つスペインを襲うことができ、先住民族であるカロライナ・アルゴン金属のクロアタン族と接触することもできる理想的な位置にあった。翌年春、男性のみで構成された植民を目的とした。 遠征隊が派遣された。彼らの多くはアイルランドにイングランドの支配を打ち立てた古参兵であり、現地で貴金属を探し、先住民の同性錬技術を解き明かす目的があった。指導者のリチャード・グレンビルはこの地域をさらに探検し、植民地を建設し、事業の成功の知らせをもってイングランドに戻る任務を割り当てられた。先導船が アウターバンクスに到着した時に浅瀬に乗り上げ、おそらく食料の大半が失われたために植民地建設は延期された。最初に本土海岸や地域の先住民集落を探検した後、アクアスコゴック属集落のインディアンに銀のカップを盗んだという疑いが及んだ。この報復のために訪問した最後の集落を略奪して燃やし、その集長を火破りの刑にした。 この事件や食料の欠乏もあり、クレンビルはラルフレーンと約75人の隊員を残して、ロアの奥島の北端に植民地を建設することを決断し、翌1586年4月にはさらに人と物資を運んで戻ってくることを約束した。クレンビルたちは1585年8月17日に出港した。翌年4月が過ぎても、 クレンビルの救援隊がやってくる気配はなかった。植民地は6月になっても存在しており、この時、フランシス・ドレーク卿がカリブ海で襲撃を成功させた後の帰国中に立ち寄り、植民者たちにイングランドに連れて行く提案を行った。金属学者のヨアヒム・ガンスを含む植民者たちはこの申し出を受け入れた。クレンビルの救援隊はドレークが、 植民者たちを乗せて立ち去った後間もなく到着した。植民地が放棄されているのを発見したグレンビルは、部隊の大半を連れて、イングランドに戻ったが、イングランドの中流とローリーのバージニアに対する権益の保護の双方を維持するために、少数の文献隊を残した。1587年、ローリーは新たに117人の植民者遠征隊を派遣した。この隊を指揮した。 ジョン・ホワイトは芸術家でローリーの友人であり、先のロアの奥島への遠征にも同行していた。開拓者集団は1587年7月22日にロアの奥島に上陸した。8月18日、ホワイトの娘エレノアがアメリカ大陸では初となるイングランド人の赤ん坊バージニアデアを出産した。この出産の前にホワイトは近隣にいるクロア単族との関係を 再構築し、前年ラルフレームが攻撃した部族との関係を修復しようとした。しかし不満を感じていた部族は、新しい植民者たちとの会見を拒んだ。それから間もなく、ジョージハウという植民者が一人、アルベマールサウンドでカニを探している時に、先住民に殺された。植民者たちは、ラルフレームが隊長を務めていた時に起こったことを知って、 自分たちの生命が脅かされていることを恐れ、ホワイト知事にイングランドへ戻り植民地の事情を説明し、援助を求めるよう説得した。ホワイトがイングランドに向けて出発した時、植民地には115人の男女植民者が残った。この中には生まれたばかりのバージニアも含まれていた。ホワイトが後悔した当時の大西洋横断は大変危険なものだった。 水先案内人のサイモン・フェルナンデスはその船が、やっとのことで、イングランドに戻ったと記している。救援隊の計画が立てられたが、冬季に船を出すことを船長が拒んだために遅れた。さらに、スペインの無敵艦隊が来たことで、イングランドのあらゆる戦闘可能な船舶が、挑発されたため、ホワイトは、ロアのク島へ帰還するに耐えうる船舶を失った。しかし、ホワイトは、 防衛に不要と考えられる小さな船2隻を何とかあつらえ、1588年春にロアの奥島に向けて出港した。この航海は人為的な事情でうまくいかなかった。2隻の船は小さくその船長たちは、貪欲だった。彼らはその航海の収益を良くするために行きがけに、幾隻かのスペイン船を捕獲しようとしたが、逆に彼らが捕らえられて、積み荷が失われた。 植民地に運ぶものの亡くなった船長たちはイングランドに戻った。スペインとの戦争が続いていたためにホワイトはその後3年間再び補給を試みることができなかった。ようやく視略船の遠征隊に乗ってカリブ海からの帰り道にロアの奥島沖に立ち寄る約束を取り付けた。ホワイトはその孫娘の3歳の誕生日である1590年8月18日に ロアの奥島に上陸したが、開拓地は荒廃していた。その隊員たちも男90人、女17人、子供11人の植民者たちの形跡を見つけられず、戦闘が行われたような兆候もなかった。数少ない手がかりといえば、鳥の柱に掘られた、クロアトアンという言葉と、近くの木に襟付けられた、クロという言葉だった。家屋や防御工作物はべて解体されており、 出発が急いで行われたのではないことが示されていた。ホワイトは3年前に出発するとき、何かことが起こった場合、近くの木にマルタ十字を掘るよう指示していたが、それは植民者たちが強制されて出発したことを意味していた。十字架が掘られていなかったため、ホワイトは掘られた文字は植民者たちがクロアとアン島に移動したことを意味していると解釈したが、彼は探索することができなかった。 猛烈な嵐が起こりつつあり、隊員はそれ以上の探索を拒み、翌日彼らはその地を離れた。1587年植民地の終末は記録されて、おらず、植民者たちの運命については、様々な憶測が生まれた。主流となった仮説は彼らが、地元のクロアタン族、あるいはハッテラス族、あるいは他のアルゴン金属インディアンの中に分散し、吸収されたというものである。 とはいえ彼らが先住民と同化できたかどうかについての確たる証拠はまだない。カイロイ・ジョンソンの著作事実と伝説の中の失われた植民地で共著者のトマス・シー・パラモアは次のように書いている。1610年頃までタスカローラ族の国で失われた植民者たちの一部が生きていたという証拠は印象的である。1608年にジェームズタウンの開拓者、 フランシス・ネルソンが描いた現在のノースカロライナ州内陸部の地図はこのことの最も有名な証拠である。いわゆる図似が地図と呼ばれる。この図はニューズ川沿い色小遺族のパッケリウキニック集落でルーノックから来た4人の服を着た男たちがまだ生きていることを報告している。1609年のロンドンではゲパノカンと呼ばれる州長の下で明らかに パッケリウキニック集落で生活しているロアノークから来たイングランド人に関する報告がある。ゲッパノカンはロアノークから来た4人の男、2人の少年、および1人の若いメイドを銅の作業者として抱えていたと言われていた。フランシス・ネルソンが描いた地図、1607年頃1885年2月10日、衆議会議員ハミルトン・マクミランがクロアタン法案成立に貢献した。 これは、ロブソン軍周辺に住むインディアンを公式に、クロアタン族と指定するものだった。2日後の2月12日、フイエットビル・オブザーバーがが、ロブソンのインディアンの起源に関する記事を掲載した。その記事は次のように書かれている。我々がクロアタン・インディアンと呼ぶ人々は、常に白人に友好的だった。極貧に急死、イングランドからの支援を受け取る。 可能性にも絶望していた。彼らを島から離れて本土に移動するように説得した。彼らは次第に最初の居住地から漂浪するようになり、長い間にその軍のほぼ中央にあるロブソンに定着するようになったという伝説があると言っている。似たような伝説として、パーソン軍のインディアンは、ロアの奥島のイングランド植民者の子孫であるというものがある。実際に、 これらインディアンがその後の開拓者と最後に遭遇した時、彼らはすでに英語を話し、キリスト教も知っていることに注目した。この集団の歴史的な赤ん坊たちは、ロアの奥島に住んだ人々とも調和しており、多くのものはインディアンの特徴とともに、ヨーロッパ人の身体的特徴も備えていた。その他のものはこれらを偶然の一致としてはリビいとしても、パーソン軍の開拓者を、 サポーニ族の文化として分類している。植民地全体が移動し、後に破壊されたとする説もあった。1607年に、ジョン・スミス船長とジェームズタウンの植民者がバージニアに入植したとき、その使命の一つは、ロアノークの植民者たちを突き止めることだった。インディアンは、スミス船長に、ジェームズタウンから50マイル以内の地に、イングランド人のような服装をし、 生活している人々について語った。ポーハタン州長として広く知られる州長、ワフンスナコックがバージニア半島を本拠とするポーハタン連邦について語り、さらにジェームズタウンの開拓者が到着する直前にロアノークの植民者がチェスピアン族と共に住んでいたので全滅させたということも語った。チェスピアン族は現在のサウスハンプトンローズ東部に住んでいた部族であり、 ポーハタン州長からポーハタン連邦に加わりよう要請があったものを断っていた。現在のバージニアビーチのグレートネックポイントにあったチェスピアン族集落で見つかった考古学的証拠ではチェスピアン族がポーハタンとよりもカロライナアルゴン金属との関係が深かったことを示唆している。ポーハタン州長はその説を裏付けるためにいくつかのイングランド製の鉄の道具を提示したと言われている。 チェスピアン族の主要集落であるスキオーク集落があったとされる現在のノーフォークのスウェルポイントパインビーチ地域にはインディアンの埋葬用マウンドに関する報告があるが誰の遺体も見つかっていないこの仮説はいくらかの矛盾がありウィリアム・ストラチーの著書バージニア・ブリタニカへの苦労の歴史によればポーハタン族の僧侶がチェッサピークワンから民族が起これば ポーハタンの帝国を解体し、終わらせることになると警告したために、チェスピアン族は排除されたとしている。1610年5月に、第3次補給船とともに、バージニア植民地に到着したストラチーは、ロアノーク植民者のミステリーをよく承知していたが、インディアンの手で下された、チェスピアン族の運命についての記述に関連して、ロアノーク植民者に関する言及はない。 一つの可能性として、植民者が単純に待っていることを諦め、独力でイングランドに戻ろうとしたが、その試みの中で滅亡したというものがある。1587年にホワイト知事が出発した時、海岸探検あるいは植民地を本土に移すために、一石のピンレースと幾石かの小型船を残していた。考古学者、ローレンス・ステージャーは、 この植民地が人肉食で食い尽くされた可能性を示唆した。別の説ではスペイン人がこの植民地を破壊したというものがある。ロアノークよりも前の時代にスペインは確かにサウスカロライナ海岸のシャルルトリデにあったフランス植民地の痕跡を破壊した。また現在のフロリダ州ジャクソンビルにあったカロリーヌトリデの住人を虐殺した。しかしホワイトが 植民地の消えたことを発見した時から10年後の1600年になっても、スペインはイングランドの失敗した植民地の場所を探していたという事実があるので、この説の可能性は薄い。1998年、東カロライナ大学はロアノーク事件を考古学的に調査するクロアトアンプロジェクトを組織化した。島に派遣された発掘調査チームは、 昔のロアノーク植民地から50マイルにある古代、クロアトアン族首都があった地点で、16世紀の10カラットの金星印象指輪、10の日打ち石、及び16世紀の銅貨2枚を掘り出した。系府学者は、印象指輪に掘られたライオンのクレストで、ケンドールの紋章に行き着き、この指輪は1585年から1586年にロアノーク島にあった、 ラルフレームの植民地に住んだという記録があるマスター・ケンドールの所有物だったが可能性が強いと結論付けた。これが事実であればこの指輪はロアノーク植民者とハッテラス島のインディアンの間の関係を結びつける初の物的証拠となる。失われた植民地 DNA プロジェクトとはテキサス州ヒューストンのファミリーツリー DNA 社のロアノークの失われた植民地 DNA プロジェクトによって現在遂行されている研究である。このプロジェクトは失われた植民地の生存者が養子縁組あるいは奴隷化によって地元のインディアン部族に同化したかどうかを DNA 型鑑定を使って実証することを目指している。これら種族の間にはかなりの比率で植民者の性が存在している。さらにこの理論を裏付ける事実が発見されてきた。 プロジェクトはできるだけ多くの子孫の所在を突き止め、検証を行う予定である。これは発見された以外についても計画されている。1998年にはまた、アーカンソー州ファイエットビルにある、アーカンソー大学地理学部の気候学者、デビット・ W ・スタール、及び、バージニア州ウィリアムズバーグにある、ウィリアムメアリー大学考古学研究センターの、考古学者デニス・ B ・ブラントンが、 ノースカロライナ州ロアノーク島地域及びバージニア州ジェームズタウン地域から採取された樹齢800年のラクーショーの年輪を使い降水量と気温の年表を作った。この研究者たちはロアノーク島に上陸した失われた植民地の開拓者たちはこの800年間でも最悪の干ばつ時期に当たったと結論付けた。 この干ばつは1587年から1589年まで3年間継続し、800年間全体の中でも最も乾燥した3年間であるとサイエンス氏に報告した。掲載した地図では、失われた植民地に起こった干ばつがアメリカ合衆国南東部全体に及んでいることを示しているが、特にロアの奥東に近い海岸部では厳しかった。 研究者たちは植民者に撃たれて死んだクロアタン族が干ばつの結果として放棄された集落で食料を求めて砂取っていた可能性があることを示唆した。失われた植民地とその運命、特に赤ん坊のバージニアデアの運命はアメリカの大衆文化の中に少なからぬ影響を与えた。多くの著書や記事がこれを主題に書かれてきており、多くの場所がロアノーク、ローリーあるいは デアと名付けられてきた。ピュリッツァー賞受賞脚本家のポール・グリーンは、バージニアデアの生誕350周年にあたる1937年に、ザ・ロスト・コロニーを表した。これは、音楽、ダンスと演技を組み合わせ、不幸に終わったロアノーク植民地での想像上の出来事を物語る壮大なドラマになっている。ロアノーク島のローリー、鳥出国定歴史史跡にある、 ウォーターサイド劇場で演じられ、第二次世界大戦時の中断はあったものの、ほぼ毎年夏に公演されている。この劇に出演して、後に有名になった者としては、アンディ・グリフィス、ウィリアム・アイ・ビー・ロング、クリス・エリオット、テレンス・マンおよび、ザ・デイリーショーの記者ダンバックダールがいる。ありがとうございます。